はい、どうも、マリモです。今日は、機体のコースから選んでいって遊んでみたいと思います。ってことで、まずはスピードラン。30秒で、かつ、クリア率も 9% ぐらいだったんで、そんなね、時間かかんないと思うんですよね。というわけで、頑張っていきましょう。まずはこれを、ほい。で、これ何？あ、なるほど、これ投げればよかったのか。そういうことか。オッケーオッケー。ほい。オッケー。では、ここから次どうなる？右。あ、なるほどね。なるほどね。ピー踏んじゃってよかったんでね。ちょい。今、扉に微妙に入りきれんかったけど。あ、危ない。急げー。いや、でも、いい感じだね、これ。いけんじゃねナイスー。というわけで、次の個性、行きたいと思います。さあ、次、説明文にショートプラットフォーマー40秒って書いてあったんだよね。多分、すごい短いコースなんだと思うんだけど、クリア率が 10% ぐらいで、おぉ、なるほど、バネだと思って突っ込んでまった。クリア率 10% ぐらいなんで、そんなにね、やっぱり苦労せずにいけるんじゃない？いやー、苦労するね。スピードランのせいでさ、なんかずっとダッシュしなきゃいけないもんっていう、頭、ああ、つらいな。これとりあえず、動き方は調整しないといけないよね。うわあ、これ割と、調整がむずくない？ああ、なるほど。オッケー。あそこまさか足場あるとは思ってなかったけどね、正直。で、次、ここで左か。よし、オッケー。で、ダンプ調整して。ああ、なるほど。危ない。ああ、これもう足場。ああ、でも今の感じでいいんだな。違うんだよ。クロコン斜め入力すごい簡単なんだよ。覚えたー。ああ、最後のとこずっと困ったのか、俺。はい、じゃあ次のコースは激ムズっていうタイトルなんだけど、クリア率 47% なんだよね。激ムズとはっていう感じだけど。これどういうことだろう。オンオフがあって、ちょっととりあえず右が行ってみようかな。ああ、どういうこと？いや、これマジでどういうこと？ね、いや、クリアできちゃうんだけど。これ、オンオフ押したらどうなんのっていう話なわけで。あー、これ普通にクリアするのはすごく大変だよ、みたいな感じで言いたかったのかな。てか、無理だね。普通にやったら。というわけで、敵、たくさんいるけどさ、これはもう単純にこうやってやるのが、正解ルートだったってことね。激ムズとは。いや、下から行きゃ激ムズなの間違いないんだけど。どっていうか、クリアできるのはね、下から行って。はい、じゃあ続いてトロールマップ。まさかの、機体のコースにトロール来てたのかって思ったんだけど、クリア率 35% ぐらいで、しかも1秒で終わるコースなんですよね。これ下行ったらもうゴールとかそういうオチじゃないの？そういうことじゃないのかな？ 1 秒だっけ？ 1 分かな？1 分だな、これ絶対。1秒なわけないな。どういう見間違いしてんだろう。てか1秒ってさ、普通に置いてたのできないよね。というわけで、これでも、上下幅、あ、あるけど、あ、そういうことか。レッツゴー、ほい。そういうことだった。それ、しかも、ゴールそれしかねえや。はい、続いて、素人はクリアできないコース2ってことで、1やってないけど、どんなコースかちょっと気になったよね。どういうことだ、これ。ということは、これ多分ダッシュするだけじゃ絶対ダメだよね。これ多分ダメだと思うんだ。途中で終わると思うんだよ。いや、クリアできちゃったよ。どういうことですか。まさかの一発クリアでびっくりなんだけど。はい、面白そうなコース発見しちゃいました。足場がない初代1の1。足場がないか。
わー、本当になんもねー。あ、これクリボーを乗り継いでいけってことか。なるほどな。行くぜ。ほら。あ、結構調整しないといけないかもしれない。ってか、そんな当たり方する？一つ目のクリボーからして踏み方考えないと届かないんだね。よいしょ。これ全部のクリボー踏んだらクリアみたいな条件あったら、あ、飛ばさずに行くんだろうな。よし、とりあえずこれ一個飛ばして、ここでブレーキかけて、よいしょ。これも一個飛ばせるよね。多分クリア自体はさ、飛ばせるから、早い人は割と早く行けると思うんだけど、これ、ゴール条件に全部のクリボーを倒してってなった方がよかったよね。これ、そもそもとしてさ、一番最初のクリボー割とむずいぞ。よいしょっと。まあ、全部踏んで、ゆっくり行くぐらいが、多分、一番安全にクリアできそうな気がする。よいしょ。あー、危ない。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。いや、最速クリアできる人どんぐらい早く行けるかちょっと見てみたいね。というわけでクリアしました。ナイスー。割と死んだんだよね。最初が一番むずいんだよね。はい、じゃあ次のコースはクソコってことで直球だね。しかもね、説明文にクソコなんでしない方がいいですって書いてあったんだよね。ただクリア率が 30% ぐらいで、割と死んでる謎があってね、ちょっとそれで見てみたいんですよね。では行ってみましょう。このバネなんか使うかな？これとりあえず、あーっと、なるほどなるほど。バネがあればもう一発でこれでいけちゃうわけだ。ここに孔明あったら本当にクソがあったかもしれないね。ちょっとさ、そこの扉気になるんだよな。一回とりあえずゴールしよう。あ、これなんかあるぞ。右側になんかあるぞ、これ。はい、というわけで、バネ持ってきましたが、今回はバネは使わないけどね。ここで入る。あ、やっぱここだよね、出てくんのね。ってなると、これ多分、だよね、やっぱね、トゲがあるんだね、ここにね。っていうコースでした。はい、というわけで、今回のこのクソを、まあ、ちょっとタイトルで笑ったんで、いいねして次行きたいと思います。はい、では続いてデスゲームなんていうね、コース名のコースを、発見しました。期待のコースに入ったんだけど。なので、ちょっとやってみたいと思うんだけど、どういうコースなんだろう。とりあえず、これ、吹き出しに何て書いてあるんだろう。見えないな。何て書いてあるんだこれ。で、まず1。ここで1体倒せということか。これは、ドッスンたちが何をしてくる。え？どういうコース？どういうコース？やばい、ごめん。クリポごめん。あ、危ない危ない。とりあえず入ります。おらもう全員倒しちゃったんだけど。あれ、ちょっと待って、今減ってた数。お、危ない。ちょっと危ない危ない。そんな死に方するとは、死に方するとはってか死んでないけど。どういうことだ、なんかヒントあったのかな。あ、ちょ。危ない危ない危ない。危ない危ない。今俺右入ったんだよね。っていうことは右じゃないところ。ここでどうだ？ 3、わからん。何が起きてんの今。ポーン。どい！ということは、これとりあえずうまいところで飛んでかなきゃいけないわけだな。レッツゴー！ほら、全員落ちたぞ。なんだよね！はい、デスゲームよくわかんないうちに終わった。あ！あ！ちょっと、はめられた。え、しかもさ、あの、誰か私を倒して。よし、今度こそゴールだ。これでゴールだ。さあ、ラストにシングルプレイ、これできるっていうコースを遊んでいきたいと思います。あー、なるほどね。これそもそも道がどっから、まずここ登んなきゃいけないね。で、10秒しかないんだな。で、これ上行って、上行って。こっちで多分いいはず。ルート的に、あ、やべ。やべ。滑るから意外と、むずい、むずい。むずいぞ、これ。意外とむずいぞ。
惜しい。いったいった、ギリ分けいった。これはむずい。これは確かに意外とできないかもしれないっていう、そんなコースでしたね。では今日の動画はここまでさせていただきます。ありがとうございました。高評価チャンネル登録などよろしくお願いいたします。では最後のコスもいいねを押して終了ですと。